ボンジョルノ。今私はローマフィオミチーノ空港からローマテルミニ駅に到着しました。私の乗ってきたレオナルドエクスプレスがこちらです。駅でここからもし荷物を預けたいときにはデポジットバガリというのがありますので、実は有料でスーツケースを預けられるところがあります。例えば駅から遠いホテルで駅からすぐに出発しなければいけないときは、そこのデポジットバガリという看板を見つけましょう。とりあえずですね、一番24番線このレオナルド・ダ・ヴィンチがエクスプレスが着くこちらのところに、ずっとですね横にかなり歩いていきます。コインですとか化粧品屋さん、またはバールが並んでいるのが無事ですね。意外とローマテルミニ駅もこのようにたくさんのショッピングをする場所があります。左側が空港に直行するレオナルドエクスプレスです。このイタリア語でデポジットバガリというのが見えてきましたね。これがエクスプレスを預けられる場所です。ただしかなり混んでいる場合がございますので、あらかじめ早めにバゲージは取るようにしましょう。そしてここがエレベーターがありますので、エレベーターでこのように地下に降りるんです。ローマの場合はね。それではまたこの続きは次回。